皆さんこんにちは、めちゃめちゃ向かい風ですが、音声録音されておりますでしょうか。今日は2022年の5月21日土曜日、時刻は10時43分ということです。今日は、ただいま北海道滝川市の空知川の河川敷を今走っておりまして、今日は前に誰もいないんですけど、実は後ろにうちの奥さんがいます。で、今日はですね、来週の次の日曜日、29日日曜日に僕が参加している滝川サイクルスポーツ協会というところの今年配送の例会があるんですけれども、その例会の幹事僕がやってるもんですから、そのコースの下見を兼ねて、今ちょっと滝川菜の花祭りっていうのが開催されているので、それを夫婦で楽しんでこようかなということで走ってるんですが、ちょっとこの横の草とか見てもらったら分かる通りすごい向かい風です。すごい天気はいいんですけど、暖かくてすごくいいんですけどね、風が強いです。そんな感じですが、一日夫婦で、楽しんでこようかなと思います。ちなみにうちの奥さん後ろに、あれほとんど見えないけどほとんど見えませんが、うちの奥さん、すごい向かい風ですけども、こんな感じで行ってみようと思います。はい、うちの奥さん来ました、さっき録画してて全然見えなかったうちの奥さん到着しました。はい、ちょっと走りまして、空知川から、石狩川の河川敷、今石狩川を遡る感じで進んでます。相変わらず後ろに奥さんがいるんですがあ、今抜かれていきましたさて、ここ滝川市の、石狩川の河川敷あたりなんですけど、こんな感じでこう自転車やら散歩やらジョギングやら楽しんでる方いっぱいいらっしゃいまして、で、右に見えてきたこのなんかでっかい鳥の絵みたいのが書いてあるのが滝川スカイミュージアムで、これ一体何やってるのかと申しますと、左手の方に見えてきてるんですけども、グライダーやってるんですね、滝川市ね。お、なんだあれは、グライダーのケース、グライダー入れなのこれそんな感じだね。こんなのに入れて運んでくんだね、知らんかった。へえ。というわけでグライダー入れもありましたが、左手の方滑走路がありまして、グライダーがなんか今飛びそうな感じじゃない、あれなんか今飛びそうな感じじゃない、ちょっと眺めてっか、
ライダーがいっぱい並んでおります。よっこらせと。おお、飛ぶのかな。飛行機ないね。引っ張る飛行機ない。あれ自力じゃ飛べないんだもんね。しかしめちゃめちゃ風強いな。よっこらせと。本日の蒸気ボムトラッカーライズ2650B ロードプラス仕様の 1x11 です。というわけで飛ばないのかな。嫁は？ん？あ、嫁は、ね、ビアンキのインプルーソ105です。2018モデルか、はい。というわけでした。飛ばない感じかな、しばらく。あ、でも人乗った。ああ。引っ張り待ち？引っ張り待ち？これさ、上に引っ張ってって、うん、上で離されるんだよね。多分そうだと思う。怖くない？怖い。なんかフラフラしてるけど大丈夫なの、あれ。飛行機来ましたね。なんかすんげーフラフラしてるに見えるんだけど、あれで大丈夫なんだろうな、多分。あの芝生のところに着陸するんだよ。ああ、そうなんだね。おお。引っ張る感じだ。で、ワイヤーを引っ張ってきて、つなぐのね、どっかその辺に。怖え、あんなの一本でつながってんの？怖い。これ本当初めての時、かなり勇気というか覚悟が。うん。ちょっと僕、高いところ無理だからね。これはちょっと無理だわ。そうだね。身辺整理してしっかり、そう、あの死亡保険金とかかけてからやんないと。めちゃめちゃ風強いな。飛ぶか。さあ来た。風強いぐらいの日の方がいいのかな。多分そうじゃないの。あら？あ、動き出した。おー。いや、怖いな。うん、バンバンとかな。うわ、それやだわ。おお、飛んだ飛んだ。いや、ちょっとこれは僕無理。ちょっと怖いわ。はあ。まあでもこれ好きな人は好きなんだろうな。ちょっとこれバンジージャンプより嫌かも。バンジージャンプ以上かい、うん、はい、飛んできました。僕はやらないと思います。もう命が なくなるんだよ。そうだよね、切り離されんだもんね。その後何かあったら全部自分で対処しなきゃいけないんでしょ。ちょっと怖いな。
上は工事中か。この道路がきれいにこうできてるといいんだけどね。生えてますね。草マルチにしたい。うん、今が見ごろ。あっちすごいね。あっちまで行けないんだろうな、多分。あ、なんか甘い香りが、めちゃめちゃ甘い香りする。
菜の花、うん、あ、めちゃめちゃいい匂いするすごいいい香りする甘い香りすごいな。え、いやいい匂いがします。なんか黄色の自転車、あ、本当だ。自転車止めれるとかあんのかな。あ、いつも駐輪場あるか、あっち側もあるか。じゃあ、向こうから、うん。夜もラーメンやね。ラーメンですか。スタンプ。コーリー化してるって。コーリーさん、あ、飲み物持ってくんのなって。あ、粗挽きフランク、フランク、うん、ソールドアウトだ。え、ソールドアウトなの。うん、あ、餃子ね。うん、手引き餃子。すげえな、ランマンジュ来てんのか、日高さん。こっちは焼き鳥？豚のこめかみ？豚のこめかみ？こめかみ？よし。よし。とりあえず唐揚げ。いただきます。これどっちがどっちだかわからんので、ん、うん、両方食べればいいんだ、うん、どっちもガーリックだ。 どっちが何、んこっちがガーリック醤油、ガーリック醤油とガーリックバター。ガーリックバター、こっちがガーリック醤油だな。うん、はい、うん、いただきます。あ、マスク取んないと、マスク取んないと食べれないわ。めちゃめちゃ活動してる。うん。うん、揚げかくはあっくい。うん。おいしい。うん。うん、うまい。うん、あんな車の中でさ、うん、あげるの大変だ、ね、うん、うん、うまい、うん、唐揚げ好きの私としては。で、こちらもいただきます。ガーリックバター、うん、うん、あー、めちゃめちゃ美味しい。これなんかジューってあげてんじゃなくて、なんかあるじゃん、あげるやつ、うん、ウォーターボブみたいな。もう日向だもんね、一気に日焼けしそう。アリにお裾分け、うん、どっちもあんまり味変わらない。あれ、あんまり
近寄らない。好きじゃないんじゃないの？うん。パッとかの方がいいのかな。うん。あ、でも寄ってきたよ。はい。はい、どうも。出店は混んでるので近所のローソンで買ってきました。録画してるの。ローソンで買ってきました。買ってきました。よーし。ああ、僕の自転車暴れとる。よし。これ何、どうすんの。ああ、普通にそういうことね。吸ったり吸わなかったり。うん。オープン。オープン。どうすかね。ぐさ。そしていただきまーす。どうなんだろうね。舌熱かったよね、さっきね。あんなんでいいんだと思って。これレンジしないとこのスプーンじゃなくて滑れないんだ。うん。あ、うん、ストロベリー。なんだよ、ローソンもやるじゃないか。うん。あ、こあんまり甘くなくて美味しい。うん。いいんだ、別に。あ、なんか下シャーベット状になってんだね。うん、あら、美味しいじゃない。美味しい。あれ、これなんか某、うん、某コーヒーチェーン屋のなんちゃらフラペチーノとかみたいな。あ、結構自転車の人いるな。うん。やっぱ自転車だよね、菜の花祭りは。うん。ほんとさ、あの丸花高原でやる本ちゃんの時のやつとかさ、うん、絶対自転車がいいよね。そうだね。あれ終わるまでに絶対入れない。うん、丘の向こう側までずーっと車が駐車場待ちしてるの、うん、あれ見たらもうちょっとね、車で行く気になんないね。だって前に来た時、あの時点でもう午後だったじゃない。うん、うん、売り切れてる店とかも出てきてるのにさ、うん、もう山の ずっと丘の向こうまで車ね。あれはひどかったね。うん、やっぱ近場の祭りは車じゃなく自転車だわ。うん、あとはレジャーシートだね。うん、さっきあそこにレジャーシート敷いてる人いるし。さすが。あそこでレジャーシートやっていいのかどうかわかんないけど。ちょっと度胸いるよね、あそこでやるとね。なん
なんかね、公園の祭りとかならさ、うん、あれだけど丸川高原とかならね、うん、平気だけど、ここはちょっと勇気いるわ。一口。美味しいって思ってた。もっと美味しいとこ食べる。美味しいとこってどこ？ほら。お、何これ。いただきまーす。あ、マンゴー。おいしい。これいちごだけじゃなくない？なんかん、いろんなベリー入ってない？ん？え？いちごだけじゃないの？うん。うん。いちごだけみたい。うん。なんかちょっとフローラルな香りが。やっぱり石狩川の築堤場、舗装工事がなかなか進まないね、うん、あれ何年か前もまだあの辺工事してた気がするんだけど、うん、あれね、シャキッとできてくれると自転車乗り的には大変助かるんだよね、うん、もう完全に夏の空気だなこれ、うん暑いわ。エビオツ公園、うん、街灯ぶっ倒れてるわ。こりゃまたなかなかに。ちょっと一回りしてくる？エビオツ公園内。うん。びっくりだ、人来てるなんて。うわ。なんか居心地よさげになってんじゃん。うん。ああ、これならいいじゃん。あれ？あずま屋とかあるよ。あれ？あれ？あ、あら？吹きがすごいな。
ライオンズの森とか書いてあるわ。エベオツライオンズクラブか。うん。エベオツライオンズもお金あるときあったんだなぁ。あら、すごい気持ちいい公園になってるじゃん。草が生えただけで。ねえ。あれ？いいじゃん、なかなか。おう。あら、いいじゃないね。うん、じゃあ昼食会場はここで。え？あ。多分行けるはずだよ。あ、そうそう。うん、いいじゃんね。よーし。というわけで、エベオツ公園でした。うん。追い風最高。
おちょっと写真でも撮ってかな。あ、大丈夫？ねえ。ちょっと写真撮りまーす。あれ、そのスコアスもないで。うん、一応ね。公式パンフレットにはね。止まらないで車に乗ったまま見てくださいって書いてあるね。まあでもこれ見ちゃうよね。見ちゃう。これはね。これ一番広いっぽいもん。うん。ああ、素晴らしい。みんな止まってる。うん。お邪魔にならぬよう行ってみるか。ああ、いい香り。ちょっと止まるよ。なんか今日ぐらいが見ごろな感じあるな。すごい匂い。うん。ほら。これ強すぎるといい匂いではない。うん。なんか。牛糞？なんかそのダイヤモンドボールみたいに。マジか。うん、菜花、うん、食べれるね。これ食べる菜の花とこれの菜の花って同じ？同じなんじゃないの、多分。あんまりよく知らないけど。おー、すごい。さ、行ってみっか、来たら。すんごい広がってるな。おお。
ずーっといい香りしてる。こんな感じで菜の花会場をぐるーっと回ってきました。というわけで、滝川サイクルスポーツ協会の例会本番は29日日曜なんですけれども、こんな感じでいい天気になったらいいなと思います。おう、こっちにも菜の花ある。もうあっちゃもこっちゃも菜の花だらけ。すんごいいい香り。菜の花畑の会場じゃなくてもすごい菜の花。風が菜の花祭り会場はあんな感じで遠くに黄色が見えてます。よいしょ。そして石狩川です。で、今堤防上を走ってるんですが、風が南風がすごいです。これはなかなかです。吹きさらしですからね、これちょっときついねっていうね。滝川って大体においてこう風の強い町なんですよね。あの来るときグライダーやってましたけれども、あれなんかも風が強いからできるスポーツで、もうなんか常に南からか北からかどっちからの風がずっと吹いてるっていう感じですよね、滝川市って。奥さん来たかな。あ、奥さんついてきてます。相変わらず石狩川の築堤場にいます。
相変わらず、そして見ての通り強烈な向かい風です。大したスピード出してないんですけど、時速15キロぐらいで、前々からご紹介しているこのハンドルバー、ライドファーのエアログラベルアロイバーってやつなんですけども、真ん中にこういう台形構造がついてるというやつで、でこういう向かい風の時なんかに真ん中持つと、風に対する全面投影面積的なやつが小さくなるので、確かにちょっとだけ楽です。ちょっとだけまあ僕みたいに大してスピード出さない人間でも、こういう強い向かい風の中を延々走らなきゃならないシチュエーションなんかでは、このハンドルバーってなかなかいいなというふうに思います。横に嫁が来ました、うちの奥さん来ましたみたいな感じです。はい。ひえ、立ってるのも大変ぐらいな風だよね。この木なんか名前がついてます、忘れました。後で調べて字幕入れときます。これさっき向こうから見たらさ、うん、うん、3本なんだね。大きいね。風強すぎだよな。すごい強いよ。うん。これは強烈だよ。おし、行ってみっか。これ強烈だよね。ちょっと立ってられない感じになってる。よし、行きまーす。気をつけてね。うわ。おお。おお。おお。九丁目沼に来たんですけれども、なんか土手の下に黒い大きな生き物がいてビビりました。クマじゃなくてよかったです、馬でしたいやでもマジでさ、ちょっと遠目から見たらさ、やばいかなって思ったよね。なんかいるうん、クマっぽいもんね。思うよね。そんなわけでした。アスファルトが途切れたもんですから、石狩川の堤防から降りまして、田園地帯の真ん中走ってます。ここはまだ滝川市江部大津のはずですけど、こんだけめちゃめちゃ風強いのは変わりません今日はひどい、向かい風がひどすぎる、すごい強風。菜種油作るために菜の花栽培されてるらしくて、あっちこっちで菜の花畑の会場じゃないところにもこんな感じで
綺麗な菜の花畑が広がっているっていうのがこの季節の滝川市です。はい、あーまたいい香りが漂ってくる。いやしかし向かい風きついよこれこんな感じです。はい、というわけで、一回りしてまたグライダーの離陸場のところに戻ってきました。いや、往路は向かい風だったからよかった、追い風だったからよかったんですけど、あの帰り道ずっとこのめちゃめちゃ強い向かい風でこれはひどい。いやこれはダメだわまあでも菜の花綺麗でしたね。いい香りもいっぱいしましたし、まあ、こんな感じで29日の TCSA の例会もコースの下見ができましたので、これでまあなんとかうまくいくかなと思います。というわけで、グライダーがまた発進するのかな。もうまだ向かい風で正直結構きついんですけどもこんな感じで今回の動画は終わりにしようかなと思います。あとは、赤びらまで帰ると、赤びらまで帰るまでまだ20キロぐらいあるんですけど、まあ、そんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。これで失礼いたします。